はい、レオンチャンネルです。一番口仮面ライダービルドやってきたぞってことで、当たったのは何かっていうと、クリアポスター、クリアポスター、クリアポスター、何個あるんだクリアポスター。全8種類あるんだけど、クリアポスター、あ、そう、20回やってきました。1回790円だから約1万6000円を使ってきたわけだけれども、クリアポスターが8、欲しいのはあのフィギュアっすよ。で、ツナギーズのタオル、これ当たりだろ。そしてミニタオルはナシタのやつもあったりとか、あとはトートのミニタオルがあったり、サワタリファームの北斗ね、一番欲しかったやつナンバ10個、もうこれ当たりだろ。タオル枠で一番欲しかったやつ、ここまでがタオルで、 H 賞のラバーキーホルダー、ラバーキーホルダー、ラバーキーホルダー、全然フィギュア、全然フィギュア当たらんやんけ。はい、ラバーキーホルダー、ラバーキーホルダー、そして最後になんとか C 賞の仮面ライダークローズバンジョーだけなんとか当てることができました。ブリスタードミュージアムっていう、ブリスターのまま飾ってね、要はこれブリスターっていう外箱のことなんだけど、このまま飾ってねスタイルの新商品なんだけど、でかいね。一番口によくあるミニフィギュアかと思いきや、普通にめちゃくちゃいいんだけど、これさ、クローズの他にビルドとローグとグリスもあるから全部欲しいんだけど。ということで C 賞が1、ラバキの H 賞が6、タオルが5、クリアポスターが8でした。でも今回さ、そもそもそんなめちゃくちゃ種類多いわけじゃないんだけど、 A 賞がオンディメンションの立体フィギュアね、そして BM シリーズが B 賞、 C 賞、 D 賞、 E 賞で、こっから F 賞ロングタオルが全8種、クリアポスターが全8種、ラバーキーホルダーが全12種で、ラストワン賞がオンディメンションのラビットドラゴンバージョン。とりあえずこれから開けようか。みんなが思ってるおなじみのサイズがこれなので、めちゃでかいっすよね。ブリスターのまま飾るやつだから、ちゃんと大きな足もあってフラットに飾ることができますので、ただ個人的には僕なら普通に出して飾るかな。台座とかも一切ないんですが、はい、仮面ライダークローズ、バンジョー龍河の変身状態が入っておりました。めちゃくちゃクオリティ高いんだが、普段の、はい、サイズと比べると3回りぐらい大きいのか、アーツに近いサイズぐらいないって言うと思ったけど、アーツの 14.5 には及ばないですが、ディスプレイアイテムとしては十分大ボリューム。はい、ぐるっと見回すとこうで、とりあえずとにかくかっこいい。あとは自立安定性が、あ、自立安定性最高にいいっすよ。めちゃくちゃいい。あ、めちゃくちゃいいじゃん、これ。一番くじのアイテムってさ、結構時間が経つと退色しちゃったりするんだけど、最近のものでも。これはね、塗りがかなり濃いめで、そういうことはなさそう。なんかあれだよね、リフォルメックスだったっけ、こういう系のアイテムあったよね。はい、上側、下側、複眼部分は模様まで表現されてて、クリアパーツ非常に綺麗で、竜のドラゴン部分の色分けとかクラッシャーとか、むしろこれ色の省いてるところほとんどなくない？ちゃんとここも塗り分けられてるし、後ろ側も省略されてない。え、かっこよすぎるだろう。ボトル部分も完璧だし、むちゃくちゃいいじゃん。サイズも大きくって、ただ下側に穴があるんだけど、待って、ごめん、あったわ、クリアダイザーありました。ここに差し込んで安定性を出すこともできます。これさ、最初ビニールに包まれてたから、じゃあビニールを取った状態でブリスターに戻し、これで飾るとかだったらまだ、あー、これだったらいいね、見栄え良くなる。これならこのままディスプレイするのもありかもしれない。 H 賞のラバキーホルダーはランダム12種で、ラビタン、ラビドラ、あとはゼリー系にローグ系かで、エボルト関連、スパークリング、ハザード、
ラビラビタンタン、あ、この辺も強化系なわけね。ジーニアス、クローズドラゴンにマグマとブリザード。じゃんじゃん行こう。はい、まずは、グリスブリザードナックル。え？普通に良くない？よっ。スクラッシュゼリーか。あ、2個入ってんのすごいな。バットとクロコダイルか。そして、あ、いいね。ラビターン。もう最後か。エボルト関連も来ました。さすがに1回790円だから、ラバキー1個じゃなくって、大体が2個ワンセットになってるのは、のこのこいいんじゃないですか。裏側はいつも通りブラックだけど、ラビットとタンク、で、クロコダイルと、バットか。へぇ、ちゃんとね、立体的な造形になってて、まあもちろん、実際のボトルからすると、だいぶ小型めですが、コブラ、ライダーシステム、エボリューション、おー、良いね。グリスブリザードは1個だから、だいぶ大きくなってて、スクラッシュジェリー、こっちがグリス、そして、クローズね、クロチャーノ。こんなのが当たりました。ミニタオルが今段の当たり枠として言われてるやつね。シンプル！すべてはナンバ重工のために、生活にナンバ重工をみたいな。良すぎんだろ、もうこれ大当たりだろ。いや、これね、コメント欄でも、僕さ、コメント欄で言われて、コンビニに今日買いに行ったんだけど、いや、レオンさん、ミニタオル、ちゃんと選んでくださいねみたいな、いいのばっかなんでって言われて、ミニタオル当たった際にはきっちり選んできましたが、シンプル、サワタリファーム産地直送、もう真っ白にロゴだけ入ってるっていう、ガチでありそうな配布物として、そういうのがラインナップされるのは、あ、なかなかいいかも。あ、もうこれもシンプル、真っ白にトートの先端物質研究所、プリントなんかも超綺麗っすね。ミータンとかがいるカフェナシタのロゴが入ってる1周年記念タオル配布みたいな、そんなやつがあって、これやばいでしょ。最初に選んだのはこれだったからのナンバー重工だった。つなぎず重要だからね、仮面ライダービルドの物語を語る上では。世界中ロックでつなぐ、ギリ人情ロックつなぎーずの、これはね、イエローのタオルが入っておりました。まあでも絶対一番人気はもうこれだけのために、今回の一番くじ回したい感あるよな。すごい、これ使おう。クリアポスター見てこう。これはね、本当にでかい。ちょうどね、8個あったって全8種なんですよ。ブラックホール、ローグ、グリスブリザード、グリス、マグマで、普通のクローズ、ジーニアスからのビルド。一応公式の画像では額縁に入れてねみたいな、そんな風になってて、あれ、これでもクリアポスターって言っても、あ、なんかね、紙質がちょっとビニールっぽい。へー、あ、へー、これいいじゃん、かっこいいね。以前一番くじであったビジュアルボードみたいな、ああいうのに比べるとペラペラなんだけど、ビニールっぽい薄型シートポスターって感じ。でも全キャラポーズが基本直立で統一されてるんで、これあれかな、カツラリ匠が研究してたデータ映像とかをモチーフにしてるとか、そんな感じなのかな。フルボトルとかビルドフォン、うん、からの、もう一気に最終フォームまで来て、ジーニアスフルボトルバスターに、ジーニアスフルボトル、こういう全身の画像から英文解説があって、仮面ライダークローズ、ビートクローザー、そう、肉弾戦のさ、バンジョーなのに剣っていうのがすごい違和感あったんだけど、最終的にちゃんとグローブになってよかった。からのクローズ、マグマでパンチグローブ型の
パーツで変身しますからね。強化系ってさ、成分がないものも多くて、やっぱシャカシャカ言わせたいんだよな、フルボトルはさ。なので成分当時強引に入れたりしてましたよね。で仮面ライダーグリース、ツインブレーカーとかもはや懐かしい、スクラッシュゼリーとかさ、あの当時なぜかレビュアーの人たちがみんなこのゼリーを潰したがらなくって、みんなこうゆるく変身するみたいな中、僕はもうギューってね、激中サリンでギューってもう絞って速攻シワシワにしてましたけど、みんなそれが見たかったってコメントを言ってくれて嬉しかったな。そしてグリスブリザード、こうやってみるとビルドドライバーで変身するからさ、実は下半身とか結構違うんですよね。特にこれは目が超光ってる画像が使われてる。で仮面ライダーローグ、まあテレビ準拠のいろんなフォームだから、プライムローグはラインナップされてないわけね。あ、でもスチームブレードとかナイトローグ時代の武装なんかも載っております。そして最後はフェーズ 1,2,3 を突っ飛ばして仮面ライダーエボルのブラックホール、パンドラボックスにエボルトリガー、そしてエボルボトルね。このようなクリアポスターもラインナップされております。でも今回やっぱ当たり枠と、まあ外れ枠、当たり枠っちゃ当たり枠だけど、低等級のものから急に中間がなくっていきなりすごいアイテムが来るみたいな、そんな感じですね。タオル、ポスター、ラバキーからの超高クオリティフィギュアみたいな、間がないんだよな。 BM フィギュア新シリーズですが、めちゃくちゃクオリティが高いものだったので、これは今後あれガッチャードもこれ出るのかな。一応仮面ライダービルドの次は一番くじガッチャードが来る予告もありましたから、このサイズ感の SD ガッチャードとか、それこそマジエード、バルバラドが来るんだったら絶対欲しいな。リベンジするかどうかはわかんないけど、 BM フィギュアはコンプしたい。これは他のキャラも紹介したいし、ずらっと4人並べたいですよね。って感じでとんでもないものがありつつ、仮面ライダービルドの一番くじがなんと2024年8月に最新一番くじとして発売されましたので、お店一覧ね、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからご確認ください。以上、一番くじ仮面ライダービルドの紹介でした。全国のコンビニで買えるレオンチャンネル4発シールプリント版が発売されました。ファミリーマートは右下のボタンから e プリントサービス、ブロマイドアニメゲームからレオンチャンネルのバナーを押してガチャ、そしてシール紙を選んでくじを引くと。でセブンの場合はプリント、コンテンツプリント、 e プリントからブロマイドアニメゲームでガチャで L 版で、ここはね、シールしないんで。セブンはローソンの場合は右の e プリントサービスからブロマイドアニメゲームでレオンチャンネルのバナーガチャでシールし選んでもらうとシールで排出されます。お金を入れると何が出てくるか。はい、シルエット君&レオンレッド。